どうで始まりました、マチュチャンネルです。さあ出ましたね、はい、2024年共通テスト平均点最終出ましたんで、はい、そちら見ていきたいと思いますね。はい、英語リーディングと整形で最低点ですね。はい、過去最低点が飛び出したと言われる、さあ見ていきたいと思います。まあね、今ね、ちょっとまあ、昨日雪降って、もう隣は工事してて、ずっとドリルとガン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 とね、なってて、もうこの動画も一体どんだけカットカットしながら撮影しなきゃいけないんだと思ってるんですけど、はい、めちゃめちゃうるさい状況なんですね。はい、そしてね、雪が降ってたから、ウーバーイーツを注文しようと思っても、1時間以上待ちですね。はい。ということなんで、はい、大変なんですが、じゃあそんな中、共通テスト行ってみたいと思います。はい。2月5日にですね、はい、共通テストの実施結果を発表ということで、はい、1月13日、14日の確定平均点が出た。はい、で、英語リーディングと政治経済の2科目で過去最低点でやると。はい、大学入試センターによると、出願者は49万1914人で、全日程で45万7608人が受験したと。受験率は 93.03% で、昨年から 0.55 ポイント増えた。まあ、昨年まではね、コロナで休んだりとかっていう人結構いたと思うんですけど。まあ、それでもやっぱりね、3万何千人が欠席するんですよね。だから、これがいつも言ってるんですよ。試験会場に行けと。入試の時に、試験会場に行かないと0点だぞっていうんです。そう、朝起きれない人多いからね、もう嫌になっちゃって。行くんですよ、二次試験。はい。そして、安心してくださいっていうのもあるんですけど、はい、もうね、点数が良くなかったからといって、そう、英語リーディング、平均めっちゃ低かったんだから、そう、みんなできなかったんだよ。安心して、試験会場に行ってください、二次試験ね。はい、最終行ってみたいと思います。はい、まあ、じゃあ、まず、国語見ましょうか。はい、国語は200点中 116.50 ですね。はい、かなり上がりました。去年 105.74 ですから、はい、平先生115と予想しましたが、ちょっと残念でしたね。少し外れました。圧倒的にやっぱり、古文の以下が目立ったと。古文がこんなに簡単になったっていうのはなかなかないんだろうっていうですね、言われておりました。そして小説も優しめだったということですね。で、漢文はずっと優しいって、なんでまあ評論がまあ勝負的な感じだったと思いますね。いつもよりやっぱ古文が以下するっていうのはでかいですね。だってマーチより難しいってずっと言われてたからね、センター試験共通テストの古文は。それがこうなったっていうのは大きいと思いますね。はい、それでは英語リーディングいきましょう。はい、 51.54 ですよ。はい、去年が 53.81 で、去年もうわめちゃめちゃ低いね、こんな低かったことはねえって言われてたのに、さらに低くなりました。 51.5 で過去最低を更新しました。やっぱ難かったよあれは。うん、だって英語の先生たちもやってて、うおいおいこれ解けんでしょって言ってましたけど、だからなんか以下するって予想してた人が多かったですけど、私は難しくするだろうって言ってましたからね。案の定難しくなりました。まあ来年はちょっとわかんないですね。新形式になるんで、新形式の問題っていうのは優しく作られることが多いので、なんでその辺をどうしてくるのかによって、まあ難易度は変わってくるかなと思います。はい、考えてますね。はい。はい、続いて英語リスニングが、67.24。はい、上がりました。去年 62.35 で。はい、やっぱり上がりましたよ。あの問題だったらいけるでしょう。余裕で。ね。ただ、私が言った通り、ね、そう、リスニングが難しくする必要はないと、できない人がいっぱいいるから。多分、ここまで上がっちゃったら、さすがにやってきそうな感じもするけどね。来年は。はい、続いてドイツ語が 130.95、去年 123.80。フランス語が 125.36、131.72。一番最初の中間集計で同じ平均だったのにだいぶ変わったな。ドイツ語が上がって、フランス語が下がりました。で、中国語が 172.08。はい、去年 162.76 ですから、86% ですよ。で、韓国語が 145.67、去年 158.51 下がってますね。まあ、中国語はほとんどバイリンガルだと思いますね。韓国も相当なバイリンガルが受けてて、まあ、多少好きだからって受けてる日本人も増えたんじゃないのかなとちょっと思ってますね。そしたら、平均下がる。はい、続いて、地理歴史いきましょう。世界史 A、42.16、去年が 36.32 で上がったと。で、世界史 B、60.28、去年が 58.43 で、こちらも上がっていますね。うんうん、まあ、優しくなったっていう声多かった。で、日本史 A が 42.04、去年 45.38。日本史 B が 56.27 で、去年が 59.75。これも難しくなったっていう声が多かったですね。まあ、一旦ダーンと難しくなって、去年ちょっと優しめになって、また難しくなったって感じかな。チリ A が 55.75、去年 55.19。チリ B が 65.74、去年が 60.46 ということで、はい。まあ、チリが楽だよとかっていう声も出てるし、あとはいわゆるチリを受けるようになった人が多くなってる。上位層東大とかも政治経済とか、まあ、臨政か受けてる人たちが結構いたんだけど、いや地理の方がよくね、二次試験でも使うしみたいなんで、上の層も地理に
行くようになったなんて言われてますよね。で続いて公民、現代社会が 55.94、 去年 59.46 なんで下がりました。倫理 56.44、 去年 59.02 なんでこちらも下がってます、はい、で政治経済が最低 50.96 だったのが 44.35 と、まあ、とにかく読まなきゃいけないし計算も大変だったって言ってましたもんね。そして倫政、倫理政治経済が去年が 60.59 で今年が 61.26、 こっちは上がるんだね、すげえな。まあ、賢い人が受けるって言うしね。倫理に関しては知識が難しくなった。そもそも現象に関しては勉強してなくて受けてる理系が多いよね。続いて数学いきましょう。はい。こちらもいろいろと言われてましたが、はい。数学1は、まあ、元から低いですけど、37.84 が 34.62。で、数学 1A の方が 51.38。そう。55.65 から下がりました。はい。まあ、難しくなりましたね。っていうのを、予備校講師の方々も言ってましたんで、まあ、2年前がドカーンと難しくなって、去年調整して、はい、優しくなって、で、また上がったって感じね。で、続いて数学2が 35.43。はい、37.65 が去年ですね。まあ、数2は受ける人がほとんどいないからね。続いて数 2B が、去年 61.48 だったのが 57.74。こちらもやはり少し難しくなったっていう声が多かったと思いますね。数 2B の方が数学的な問題が多かった。やっぱ数 1A はなんかたくさん読まなきゃいけなくて大変みたいなのだったのに対して、こっちはきちんと数学ができてるかみたいなのを問うてたっていう意見でしたね。続いて簿記会計は、去年 50.80 で今年 51.84、情報関係基礎、まあ来年から情報1っていうのができますが、59.11、去年は 60.68 でした。さあ果たして情報1どうなるんでしょう。続いて理科いきます。あ、これ50点満点ですからね。はい、物理基礎が 28.72、 去年 28.19 で、化学基礎が 27.31、 去年が 29.42 と。で、生物基礎がジャンプアップですよ。はい、これ 24.66 でしたか、去年めっちゃ低かったのが、はい、31.57という形で、はい、ドカーンと上がりましたね。で、地学基礎が 35.03 だったのが 35.56 に。なんかまあ文系の人は地学基礎選んだ方がいいよみたいに言ってる人もいますよね。絶対楽だからってね。まあ生物の以下が目立ったって感じですね。そして理科2、こちらも、物理が去年 63.39 だったのが今年 62.97、化学が 54.01 が 54.77 と、はい、物理が下がって化学が上がってる。生物が 48.46、 これ調整後の点数、 48.46 って調整前が 54.82 と、やはり上がりましたよね。とにかく生物が難しかったっていうのが、まあ去年の意見だったから。で最後は地学が 56.62、 去年 49.85 ですからね、はい、地学も上がってますね。なんでまあ地学受けた方がいいよとか、社会だったら地理受けた方がいいよとかってね、いろいろ言われたりしますね。でまあ来年は、はい、新課程でございますから、さあどのように変わっていくのか、また見ものでございます。はい、受けた皆さん本当にお疲れ様でございました。でいろいろとまあ調整はなかったですけど、ちょっと整形ね選んじゃった人が、ね、報われなかった年ではあるかなと思いますね。ぜひともはい、皆さんのご意見ですね、ご感想をお聞かせください。はい、コメント欄でお待ちしております。まあ来年度どうなるかね、はい、新課程でどのように変化するのか、ちょっと見物だなみたいな感じだった、見物だなと自分自身は思っておりますが、はい、ぜひともご意見をお聞かせください。まあもう終わってしまったものですからね、これから受験ね、二次試験ある人はもう二次試験に向けて頑張ってください。英語はみんなできなかったんだ、よかったと思ってですね、もう振り返ったってしょうがないですから、何点必要だとかっていうことばっか考えてないで、もう1点でも多く取りに行くっていう気持ちで頑張ってください。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching。